はい、徘徊老人の伊藤です。今ウブドのプラダラムダラム寺院の前に来ています。今日はこの辺りでウブドのうんちくをちょっと語りたいと思います。お付き合いください。ダラム寺院は葬儀を司る寺院です。近くには埋葬場と火葬場があります。そんなことから村の外れに立つことが多いです。通常は海側と言われるウブドだと南側になりますかね。ウブドの場合は南側にパダンテガルのダラム寺院があるためか、西側にこのダラム寺院ウブドは建っています。東の方向が王宮のある十字路です。ここから先は小高い丘で行き止まりだったようです。丘はブキッとチャンプアン、チャンプアンの丘と呼ばれて、王宮の別邸があったと聞きます。現在は丘は掘削され、自動車道が通っています。上を通っている、これこれ、この水道が当時の名残です。今回はこの横の道を登って火葬場を徘徊したいと思います。はい、この坂を登ってきます。火葬場まで行こうと思ってます。この宮殿は最終的にはチャンプアにあるグヌンルーバー寺院につながっています。この後は小さい橋を渡ってベネスタナン方面に向かってたと思います。この坂、火葬式の時は遺体を乗せる神輿と火葬台の神輿をここを男衆が担いで登ってきますね。この道いっぱいで縁にいると教えられて危ないぐらいです。そしてここに来るといつも思い出すんですが、この水道がこの道を隔てて左に行ってました。塀がありますが、そして水道も蓋がされてしまってたんですが、ちょうどこの辺りで水浴びをしている風景が見えたんですね。1990年5月に来て、当時から私は徘徊してまして、ここを登ってきました。左に水道の中を、小川の中で4人ほどの女性がスズメのようにこう左に4人並んでたんですね。腰まで水に浸かってますが、上半身裸です。
ちょっと目のやり場がなくてね、困ったことを思い出しましたね。この水道がこちらを通って、こちらに来てたんですね。この建物はなかったです。ここはまだ中学の水が流れてる小川でしたね。ちょっとこれ入ってみますかね。この小川沿いに徘徊した記憶があります。この奥にホームステイがありましたね。この右の屋敷、おお、何感謝になってる。この奥で友達が泊まっていたのを思い出します。まだロッチはやってるようですね。これがこのロッチプチか。たくさんロッチですよ。ほら、ここにたくさんホームステイがあります。これずっと小川沿いの小道出しでしたから、歩いてても心地よかったんですがね、今は完全に出されて、こんな感じの小川がずっと続いてたんですが、まあ、私が徘徊した1990年頃にはこれはなかったでしょう。この辺りはもう田んぼ、この田んぼがずっと開けてたんですが、もうありませんね。じゃあちょっと先ほどの旧道に戻ります。はい、旧道に戻りました。じゃあここから火葬場に向かって歩きます。先ほどの水浴びの話なんですが、4人の女性一列に並んで私の方を見てます。手招きしたんですね。年齢的には当時私42歳でしたので、私より若い女性たちだったと思います。で、くったくなく手を振って招くんですね。私としてはそれが直視できずに、うつむき加減に通り過ぎましたよ。インドネシア語もできない時でしたので、何言われてるかわからないというのもありましたけど、まあ、ちょっとからかわれてたかもしれませんね。まあ、その後奥まで行くんですが、何もないということでまたあの道に戻るわけですか。もう恥ずかしくて顔を背けながら足早に降りていったことを思い出します。あの時今ほど喋れてたらきっと横に座り込んで話し込んでたでしょうね。こちら旧道チャンパに行くの、後からここ歩いてみます。とりあえず火葬場に行ってみます。まあそんなこんなの思い出のある道です。まあ、この道も綺麗になって、まあ当時の面影はありませんが、これ火葬場ウムドル一番端っこ、ある意味で霊力のある怖い場所ですが、今開けたのでそういった意味の怖さは感じられなくなってきましたね。
葬場、埋葬場にもなっていますが、すぐに燃やさない遺体は埋葬されて何年かか埋まってます。大抵は3年か5年に1回の村の合同葬儀で火葬にします。ここがウブドの火葬場、奥に見えるのが埋葬場です。景色が Apa juru baca buku salesan, buku dengan mangga hijau hampir dari pengetahuan dari pemecahan dirinya dari juru. Sistem kecil ini, tambah yang nukut mas. Kalau melihat.屋根屋根は三島通りのホテル群になりますね。これもずっと田んぼの景色が見えてたんですよ。よし、では旧道に帰ります。はい、再び旧道に戻ってきました。これを行ってみましょう。この右下が丘を削って作った道です。まだこのうっそうとした木はウブドが山あいの村だったというのを感じられますね。今日はガルンガンの祭礼日ということで、そしてベンジョールが飾られています。村人は忙しいんですが、私みたいな部外者はこんなことして便所の写真を撮って徘徊しています。見えてきましたね、自動車道が。これを降りると登りがきつそうですが、とりあえず、ホテルイバの道まで行けてるということを証明するために下まで降りてみます。こんな景色ですね。
よし。ということで、下まで降りてきました。このまままっすぐ行くと、ウパホテルに入るんですが、左に看板があるように。ウルンルバーの、ウルンルバー寺院の入り口にもなります。はい、これがウパの看板です。総徘徊ここまでです。